中部標準時間午前4時30分頃、火星のアレス3任務地に嵐が接近していると衛星が確認。6時45分、嵐は猛烈な勢いになり、任務中止の決断を余儀なくされました。ルイス船長の迅速な行動により、宇宙飛行士のベック、ヨハンセン、マルティネス、フォーゲルは火星上昇機 MAV に乗船。中部時間7時28分に緊急離陸をしました。残念ながら、マーク・ワトニー宇宙飛行士はこの脱出中に破片が当たり、死亡しました。スーツが破損しています。不安定です。酸素レベル危険。まさか。いや、僕はマーク・ワトニー宇宙飛行士だ。記録のためにこのログを残し、ここで死んだ時のため、今は6時53分、日付はソル19。僕は生きてる。見ての通り。でもクルーの仲間はきっとびっくりするだろう。ナサーも、そして世界中の人も。ってことで、サプライズ。3年分の食料を育てなきゃいけない。この不毛の星で。幸い、僕は植物学者。作物を育てたら植民地にしたことになるって。僕はこの火星を植民地にした。偉そうな言い方したくないけど、僕はこの星で一番の植物学者だぞ。だろ？どうだ、アームストロング船長。ナイスショットを決めればストレス発散になるかもね。楽しくやろう。
最高だな。これからはジャガイモ料理のオンパレードだ。じゃがいもの夢を見るぞ。朝も昼も夜もジャガイモ料理だ。寝ても覚めてもジャガイモだな。ジャガイモになるぞ。これはジャガイモです。すごい。救助隊が来るまでの食料は十分だ。警告、ハブ損傷、爆発します。作物がダメになったようだな。だがもっと深刻な問題がある。なんとかしないと君は投資するってことだ。いい手を考えるから頑張れ。あとにいい知らせだ。暖を取る方法が見つかった。悪い知らせはプルトニウムを掘らなきゃいけない。確かうまかったよな。頼むぞ。岩をどかしてプルトニウムを出したら箱にシリンダーを入れて蓋を閉めるんだ。気をつけろよ。放射能が人体に与える影響は分かってるよな。またやらかした。マーク、おしゃれな方法じゃないがこれで弾は取れる。僕はスキャパレリクレーターに行き、アレス4の着陸船を乗っ取る。誰かから許可を得たわけじゃなく、僕がアレス4に乗るまで誰も許可できない。つまり国際水域にある船を僕は許可なく乗っ取ることになる。要するに僕は海賊になるわけ。マーク・ワトニー、宇宙海賊だ。離れる前にもう一つやることがある。ローバーの後部にソーラーパネルをあと2つつけるんだ。コントローラーでクレーンを操作してパネルを後部に取り付けろ。だが慎重にな。一つでも壊れたらスキャパレリクレーターのアレス4に戻るパワーが失われる。これでいい。嵐が接近中。
接近まであと1分。ワトリー、そうじゃない。東で嵐が発生。目視してください。マーク、急いでください。いいぞ。目と手がうまく動かせたな。よくやった、マーク。さあ、出発だ。よし、やるかな。前方に大きな岩がある。ハンドルを切って避けるんだ。この土地に不慣れな植物学者としてはよくやってる。よし、ゴールが見えてきた。もう少しだ。乗り込んだら船を軽くする。乗ったら説明する。電力に障害発生。電力を入れてください。いいか、ハッチを飛ばすには緑のボタンを押すんだ。緑だぞ、間違えるな。船を軽量化すれば目標の高度まで上がれる。電力